武田信光は、室町時代前期の守護大名。海の国、秋国守護。海、武田氏の、第十三代当主。海守護、武田信春の着難。息子に海守護、小坂部大輔武田信主悪八郎武田信長、幸草、兵庫女信康、人島猿寺主員、今今五六様の助佐高家小瀬村、宮内信方、倉品事務所有、信広。 上杉全州室がいる。神は秋守る。通称は武田次郎。王衛二十年、父の死により、家督を継いで当主となる。室町時代に海国は、関東八カ国を支配する鎌倉府の管轄下に置かれていたが、鎌倉王蔵氏によれば、王衛二十三年十月に、鎌倉で、鎌倉公方の足利持氏と前、関東管領の上杉氏乗りの対立から、 全州による反乱が起こった。宇治典の縁者にあたる信光は、宇治典側に属したが、乱における会の情勢は不明。鎌倉大蔵氏によれば、上杉全州の乱は10月2日に、足利光鷹、足利持中の兵が、鎌倉の御所を攻め、持氏は、駿河国の今川則正を、頼り、駿河大森へ逃れるが、甲州の敵ほど近しとして、則正を頼ったという。 その後、室町幕府将軍、足利義持が持ち氏を支持し、全州討伐の御教章を発し、今川のりや越後守護、上杉傍法らが鎌倉へ出兵すると、翌大江24年正月10日に全州らは滅亡し、10月17日に持ち氏は鎌倉へ帰還した。鎌倉大蔵氏によれば、乱の平定後に持ち氏は全州方の討伐を行い、 信光は、上杉謙三の討伐軍の構成を受け、欧二十四年二月六日に、鶴軍十図山で自害する。武田源実党経図によれば、全州に嫁いだ、信春即女も、否定地味将の藤渡るの川辺で自害したとしている。信光の墓所は、甲州市大和町徳佐の西雲寺。法名は、鎌倉大蔵市では、民安道行とし、 西雲寺の廃止では、西雲寺殿の民安公大孤児、甲府市の長松寺のパイコや、武田源氏一系図では、長松寺殿としている。信光の滅亡によりがは、守護不在状況に陥り、鎌倉府と室町将軍の争いと連動して、国人による騒乱に悩まされることとなった。新満期の発給文書は解無であるが、わずかに、欧米7年に、久保八和田神社を再建したことや、 欧永19年に北の天神社にワニ口を寄進した記録が残る。ありがとうございます。